今週も始まりました、ケイコの恋愛セラピ ー。婚活結婚相談所アクアマーストよりカウンセラー市原ケイコです。まえちゃん、さて、はい、お見合いで両方とも OK になったら仮交際ですよね。はい、仮交際に入ったらせっかくだから早く打ち解けたいですね、うん、仲良くなりたいですよね。はい、そこで仲良くなるためによくある質問、男女ともによくある質問です。敬語からタメ口へ切り替える時の注意点、うん、いつしたらいいのか気になりますよね。はい、はい、今日はそれ説明してみましょう。距離感を一気に詰めると惹かれます、うん、はい、恵子さん本当ですか？そうですね、あの早く仲良くなりたい、うん、でどちらかがぐっと攻めてしまうとどちらかはやっぱり引いちゃいますよね。はい、どういうことが起こるのか、はい、はい、まずはタメ口にするタイミング、うん、これよく聞かれるんですけど、うん、一応私どもが答えているのが、仮交際に入ってしばらく経ったら、うん、少なくとも3回はデートしてからがいいかなと思います、うん、どうですかね、3回は。いや、3回、そうですね、その、うん、まあ3回っていう、まあ、例はありますけれど、うん、まあ、お互いの距離感が、うん、まあそれなりに近くであれば別に3回って限らずとも1回でも2回目でもいいのかなって思ったりはしますね。うん、1回目でも2回目でも、はい、だからお互いが良ければっていう感じですね。そうですね、女性さんがそう思ってらっしゃるのであればいいかなとは思います。うんうん、男性さんからだと引いちゃうでしょ、ちょっと引いちゃうかもしれないですね。頭の中にいい男性さんをこう想像してるのかもしれませんね。自分が早く仲良くなりたかったら早くでいいのかなと思います。うんうんうん、まあ、でも無難なのは3回ぐらいデートしてからの方が無難かなと思います。はい、はい、で例えばあとは冗談が言える間柄になったらちょっと仲良くなりますよね。仲良くなりますね。で今言ったように女性の方から言う方がいいかなと思います。これはなぜ女性さんからの方がいいんですか？そうですね、多分男性さんは早くタメ口になりたいと思ってらっしゃるのかなと思うんですけど、そうです、距離感を早めに縮めたいっていうのはあるかもしれないですね。でも女子の方が大体引いてしまうケースが多いので、うんうんうん、でも女性さんからよく相談はあります、実際。うん、なので女子がもういいなって思ったら女子から切り出してあげる方が男性さんがタメ口になりやすいと思います。はい、はい、わかりました。女性さんも、はい、勇気出していってみましょう。はい、はい、そこでまとめてみました。はい、敬語をやめましょうの女性心理、うん、なので女性さんの方は、あ、いい人そうだな、もうちょっと距離縮めてもいいなと思ったら敬語をやめませんかって言えますよね、女性さんの方はね。はいはい、しかしその時に男性さんの心理は、うん、はい、男性さんの心理はこちらです。うん、敬語をやめましょう男性心理。はい、男性さんは、うん、あのそう言われると、おお、ついに距離が縮まったと、はい、ね、タメ口解禁イコールもう彼女ぐらいにちょっと盛り上がりすぎてしまいますが、そこで注意です。男性さんの場合はですね、注意がありまして、まだまだ親しい友達ではないですので、うん、次行きましょう。注意があります。うん、男性がやりがちな NG、うん、男友達に話す口調で一気にあの話し方が変わっちゃうとか、敬語からその口調が一気にガラッと変わってしまうんですね。はい、あとはその時に上から目線になりがちなあの語調になっちゃうんですよね。例えば自分が本当はどこどこに行きたいのに、もしよかったらここに行ってみるとか、わかりますか？わかります。本当は自分が行きたいのに、うん、ね、やっぱりあの行ってもらえると嬉しいな、うんうん、だと謙虚ですよね。そうですね、うん、君行きたいんだったら連れてってあげるよっていうのはちょっと ちょっとね、簡単になりますね。はい、気をつけましょう。はい、でも一応僕聞いてるよっていう合図なんですよね、はい、そうですね、男性さんは、はい、ちょっと親しくなったよっていう感じですね。はい、あと急に柄が悪くなる、ツッコミが入ったりこういじってきるとかね。うんうんうん、この柄が悪くなるは私はちょっとイメージが、う
いまいちつかめれないんですけど。あ、そうですか。まあ柄が悪くなる、うん、まあ要するに、うん、あの普段の男同士の言葉でどんどん話しちゃうと、うんうんうん、なんかあれ今までと雰囲気が違うなってちょっとなって感じる人が多いみたいな。イメージダウンになってしまう可能性があるんですね。はい、なので距離を一気に詰めすぎないことが大事ですね。はい、もちろんまだまだプライベートに踏み込みすぎてもいけませんし、うんうん、スキンシップも多すぎないように、うん、まあ、ちょっと手が触れる、手をつなぐぐらいにしておきましょうね、うん、なんかあと肩がちょんってこう、あ、いいですね、なんか使っちゃうぐらいみたいな、はい、そうですねそういう感じからまずは始めて、はい、はいはい、ベタベタっていうのはもうちょっと待ちましょうね。はい、はい、ですので慣れ慣れしくしすぎない、うん、まあここで大事なのは仮交際中はまだ恋人ではないんですよ。はい、うんうん、なので何でも聞いてもいい、何でも言ってもいい、ベタベタしてもいいではないですよ、うんうんうん、はい、ということで最後まとめ、タメ口解禁、うん、でもまだ丁寧に、うん、よくある質問がじゃあどうしたらいいのですよね。そうです ね気になります ね、うん、なので100% タメ口だけではなくて、ちょっとタメ口を混ぜながら、はい、語尾は最後の言葉はちょっと丁寧語も混ぜてみるとか、うん、まだまだちょっと丁寧にしておくのがいいと思います。こちらね、はい、例出してありますね、はい、うん、例えば相槌を打ったり感想はうんうんそうだよね、あれ面白かったよね、うんうん、でもさあと何々も見てみますか。いいですね。締めくくられると、はい、なんか丁寧感残りませんか。残ります、うん、はい、でもちょっと距離が縮まるということで、うん、これおすすめです、うんうんうん、はい、こんな感じで仲良くなって、はい、行きましょうかね。行きそうです、はい、はい、それではけいこの恋愛セラピー、お気軽にお問い合わせください。